西岡俊明世界タイトル前哨戦バンタムウェイトプロボクシング10ラウンドレッドコーナー31戦22勝 14KO 級敗フォーマーメキシコサウスイーストチャンピオンフォーマー WBC エスパニョールチャンピオンフロンメキシコサミュエル・ベントゥーラブルーコーナー25戦21勝 12KO3 敗1分けフォーマー日本バンタム級チャンピオン WBC3 位 WBC6 位テイケンボクシングジム俊明スピードキング西岡 Today Judge JBC カズオ阿部今世界に最も近い男西岡俊明その西岡にとってクリアしなければいけない世界前哨戦のリングを迎えました相手はメキシコの26歳サミエル・ベントゥーラですバンタム級の10回戦スピードキング西岡今日はどんな KO シーンを見せてくれるんでしょうか第1ラウンドのゴングを迎えます黒のトランクス身長170センチサウスポースタイル画面の向こう側が西岡俊明ですそして同じ黒のトランクスにシルバーのサイドラインが入っていますメキシコのサミエル・ベントゥーラこちらは右構え身長169センチですまず右をついていきました西岡ガードを高く上げていますベントゥーラも右のボディを打ってきました軽い左ですベントゥーラサウスポースタイルの西岡俊明今日が26戦目これまで21勝のうち12のナックアウト勝ちがあります去年の6月14連勝で臨んだ初の世界挑戦WBC バンタム級チャンピオンのウィラポンに判定で敗れましたそして去年の9月に生まれ育った加古川から東京のテイケンジムに移籍しました去年の11月にヘラルド・マルチネス当時世界7位だったマルチネスからダウンを奪って判定勝ち再起を飾っていますさあワンツーだ出る西岡が左を出しながら前に出ていきました今日のこの世界前哨戦のリングをクリアすれば次は2度目の世界挑戦が待っています日本期待のホープ西岡俊明です右を見せました西岡ベントゥーラも右のボディを打ってきますリング中央相手の動きをじっと見ている西岡ガードを高く上げた再三フェイントを見せています西岡右を伸ばします相手との距離を測っています左右に小刻みに動いています西岡俊明ファイティング肌さん、はい、立ち上がりの西岡どうですかそうですねちょっと気負ってる感じですけどもあそうですか、ね、非常に、はい、よく見てますよ、はい、ただベントランよく左打ってきてますよね、はい、右から左打っていきました西岡それに惑わさないぐらいでいいんじゃないですかね、はい、よく見てますからね、左ボディーだー左のボディーブロー一発ベントゥーラモンドリ打って倒れましたもろ手を挙げた西岡鮮やか一アウトノックアウト勝ち難なく世界前哨戦クリアしました西岡最後は光のボディーブロー、まあ、最後というより最初の一発ですねはい、うん、いや鮮やかな浜田剛さんまさにワンパンチちょうどですね、ボディへの左ラッパーのレジスタンスで、はいまあ、練習が出たと、はい、出たらあノックアウトできると、いうことの証明になったんじゃないですかね全く表情を変えることがありませんでしたまだ第1ラウンド2分が経過したかどうかというところで西岡のさあそのノックアウトシーンですストレートですねまっすぐですねまっすぐ伸びました左のボディーブロー、はいちょうど相手が右ボディ狙っていたところにカウンターでボディ入りましたね、はい長嶋健吾さん同じ世界を目指す身としてこの西岡今日の試合どういうふうにご覧になりましたいやはいやっぱ刺激受けますねそうですかはい、あの浜田剛さん、はい、なんといっても西岡の持ち味はこの左ですよねそうなんですね、この左を生かすために、はい今回右の練習したんですねあそうなんですか、まあ、見せないまま終わってしまいましたけどね、定見にやってきて半年経ちましてとにかくディフェンスから常に打ち返せるバランスを今作っているところなんだというふうに本田会長笠井雄一とネタ浜田さん話していたんですがそうですね、まあそれを見せる前に終わってしまいましたけど、まあ、ちょうど、はい、今私左ラッパーって言ったんですけど左ラッパーずいぶん練習したんですね、はい、左のストレートを
まあ、まっすぐ出ましたね。まっすぐ伸びました、左のボディーブロー。いや、しかしこの試合を見るとファイティング原田さん、はい、ますます世界へという期待膨らみますね。そうですね、やっぱりもう負けられませんからね、この試合はね、はい、でも非常に勝ち方にどういうふうに勝ち方にするかなということで素晴らしい対応ですからね、はい、見事なワンパンチノックアウトでした西岡です。